生で見たい方はね、スポーツジムウィンでビジターで入っていただければ。これから仕事しながら出て、こういう大会に出ようと思ってる若い人たちに何か一言。まあ自分もね、年取りたくないからもう今年35になるんで、はい、まあ、年取りたくないからやってるだけですね。
AKB ジャパン4番石丸。はい、黒沢根本、この間、栃木のですね、オープンフィジーク、堂々の第2位、準優勝の、三島竜兵選手にちょっと勝利者インタビューをしたいと思います。あのメダルちょっと見せてもらえますか。ですか。あ、すごい、これシルバーメダル、はい、あ、これです。あ、これ縦、縦、はい、JBB ですね。どうだったですか、その会場行った時の感じとか。会場、はい、会場はですね、雰囲気はやっぱり、まあ、栃木なんで、絶対アウェーだと思ってたんです、はい、でしかも栃木は宇都宮駐屯地の自衛隊とか、はい、自衛官がやっぱフィジークにエントリーしてきたん で、でしかも自衛隊のベストボディでチャンピオンになってる、はい、人が出てきてて、でこれやばいなと最初思ったんです、はい、まあ、これは開き直っていくしかない、しかも、俺はあの伊藤さんとの追い込みが、あ、ベンチプレス、あ、そうです、胸がいい感じに張ってた。あ、そうですね、胸が張っている時は結構胸に引っ張られて広背筋もバーンと広がるので、ちょっとそれでいい感じの逆三角形できてて、はい、で栃木の会場のみんなもすごいでかいですね、はい、はい、まあ、それで結構いい波が来て、はい、でまあ、自衛官の人に会うことができました、はい、はい、おめでとうございます。で、結構あの会場アウェーだと思ったんですけど、はい、なんか意外と栃木の人あったかくて、はい、自分の応援一人しか来てなかったんですけど、はい、神奈川から、はい、まあ、だけど結構栃木の人が応援してくれて、4番4番って掛け声が一、はい、人じゃなくて大勢からかかった、舞台にはすぐ聞こえてきて、はい、動画を見返しても聞こえるんで、はい、いろんな人応援してくれてて、それがやっぱ一番ありがたかった、はい、力になってです、はい、私の個人的な感想なんで、まあ、あの他の選手に失礼ないようになんですけども、自分見た感じではあの1位2位がどちらになるのかっていう感じに見えたんですけど、そうですね、1位はやっぱり、やっぱ JBBF ってボディービルの団体なんで、まあ、やっぱ1位はやっぱバルクっていうか、はい、まあ、形も綺麗だったし、はい、やっぱ一個一個のバルクがしっかりはっきりしてたんで、はい、自分はどっちかっていうと逆三角形っていうか、はい、そうですよね、ここのそうバランス取るか、バランスを取るか、バルク取るかっていう感じですね。そこの差じゃないですか、だから自分の中では完敗だと思ってます、はい、でもやっぱ、まあ、これ入れないですけど、まあ、自衛隊の人は人気だったんで、まあ、それうちのお兄ちゃんも自衛官なんで、15区離れて、はい、だから兄貴にも、はい、やっぱ弟はやるなと、はい、思われたかったんで、そうですよね、どうしてもその自衛官の人に、お兄ちゃんあの自衛官に勝ったよ。そうですね、他団体でもね、なんかいい成績残したみたいですからね、うん、そうですね、だから、まあ例えば、まあ駐屯地は違いますけど、はい、やっぱあれ、俺の弟なんだよって、はい、自衛隊の中では、兄貴が自慢できるような、はい、まあ、弟になりたいなみたいな、はい、まあこれは別に応援してる人がみんな自慢してもらえるぐらい、まあ、自分は選手になりたいと、はい、ポージングとかどうだったんですか、ボディビルとまた違ったんだろう。ポージング最初全然分かんなかったです、やっぱり、スポーツジムウィンは、ね、フィジークのジムじゃないし、はい、別にポージング分かる人ってそんなにいないんで、はい、もうボディビルのポージングしかしてないです、はい、練習はボディビルのポージングしかしてなくて、はい、まあ、自分もボディビルがメインでやるし、はいはい、やっぱフィジークばっかでしたら、はい、足大きくならないじゃないですか。そうですよね、足のトレーニングを結構今日はどうせフィジークの大会だから足のトレーニングちょっとサボって、肩と、ね、背中とか胸やろうとか、多分そうなってきちゃう、多分どっかで偏ってくると思うんですよ、はい、でもやっぱり自分は男だから、男として恥をしのいで、でも、あのビルパン一丁で、やっぱボディービルで勝負したいっていう、足弱点なんですけど、はい、だから俺の友達も見たいっていうので、はい、その期待に応えたいっていうのがあるんで、はい、うん、今後の活躍の場はあとどこの大会ですか。次は、まあ、やっぱり自分の名前売りたいっていうのもあって、はい、あるし、ええ、やっぱ伊藤さんとか世話になった人をやっぱり、なんだろう、恩返ししたいんで、はい、やっぱり今後は、まあ、ボディービルとかフィジークだけじゃなくて、ええ、そういう、なんだろう、トライアスロンみたいな、はい、あの13キロ走って障害を、スパルタレースとか、はいはい、あとサスケみたいなやつ、トップですね、はい、トップの次の週あのサスケのプロデューサーがやってる、はい、あのサスケみたいなやつって、いろんなそういう筋肉
とフィットネスが融合したそうですよ、ね、あれにもまあ出ていくつもりでいます。もうこの後フィギュアじゃなくて身体能力になってきますよね。まあ、そうですね、あの、はい、リビルとか、まあ、フィジクだけ出てても、はい、やっぱり、うん、あまり、ね、名前が売れないし、はいはい、まあ、やっぱりこうどうせなら名前言って、ああ三島ってやつと一緒にトレーニングしてるやつぐらいの選手に自分はなりたいんで、はい、そのためには自分で行動しなきゃいけないんで、はい、やっぱり、まあ、大変ですけど、はい、仕事休みの日にも毎回そうやって探して、はい、エントリーして、はい、あの予選受けて、はい、受かって決勝ってやるんで、はい、まあ決勝まで行ったので、はい、よかったですね、準優勝。はい、で、最後にあの動画見てらっしゃる方とか、あとはあの応援に来てもらった仲間とか、なんかメッセージあれば。そうですね、もう本当仲間には本当感謝で、はい、神奈川から新幹線とバス乗り継いできて、はい、しかも自分の応援自分の大会の動画を撮ってくれて、はい、だいぶこう宣伝材料としてもう助かってますし、はい、応援も一番でかい声でしてくれたんで、はい、本当やっぱ絶対恩返ししなきゃいけないし、はい、うん、やっぱあとは本当これはあれですよ、伊藤さんの力もでかいですよ。もう全然再生率ないですから。昼間来るメンバーって決まってるじゃないですか、はい、自分はやっぱ大型トラック深夜ずっと運転して、昼ぐらいに終わって昼過ぎから、はい、まあ来るんですけど、はいはい、そうするとやっぱりコーチはほとんどいないじゃないですか、はい、で大体伊藤さんとかも、やっぱ今いるメンバーで協力していかないと絶対自分強くならないと思ってるんですけど、一人だとどうしても偏っちゃったり、自分の思い込みもあったり、あと追い込みたい時に追い込めない。今回だからあの大会直前にあれだけ追い込めたんで、あのすごく調子よく臨めたんで、やっぱあれは今後も続けていきたいなっていうのはありますね。あと会社の人にもそうなんですけど、やっぱり会社も仕事をの、はい、あのプランを、はい、自分にちょっといい方向に言ってくれたりとかしてるので、はい、やっぱり大会でそれで結果を出して、はい、まあ、恩返しして、はい、あの選手はうちの会社の選手なんだよって、まあ、言えるぐらい、はい、まあ、そういう選手になりたいです、はい、だから今の休みの日の行動っていうのはすごい重要で、はい、無駄にできる、はい、じゃあ最後にポージングとなんか蹴りかパンチかね、はい、蹴るです。ポージング？ポージング、あ、そうですね、はい、大丈夫です、はい、何も変わらないこの日々、また無駄にしてしまった一日、何もかもうまくいかない、どうしていいかすらわからないから、やり続けたがむしゃらに、聞き飽きたよマジダサい、遠すぎた遠回り、枕を濡らしたロンリーナイト。